県は地震などの専門家を招いて会議を開き、震災への対策などを話し合いました。会議には地震や防災の専門家や文部科学省、県の職員などが出席しました。この中で地震学を専門とする金沢大学の平松義弘教授が、奥能登で続く群発地震について、局所的な地殻変動が継続する限り地震活動も高い状態で継続する可能性が高いと指摘しました。今後周辺の活断層でマグニチュード6から7程度の地震が起こる可能性に注意が必要との認識を示しました。県民がしっかりその情報共有をして、やるべきことを明確にしながら、やっぱり急いでその対応をするということだと思うので、行政も県民もしっかりその備えをしなければならないということだろうというふうに思います。奥能登では去年70回の地震が観測されました。今日も珠洲市で震度1を観測する地震があり、今年に入ってから13回を数えています。